もう始まってるんですけど、撮りながら。お疲れ様です。お疲れ様です。今日緑店の職人さんです。珍しいお顔で。初ではないんだけどね。そうです。でも私初めて会ったんですよね。あ、古いですか。一番古いです。そうですね。一番古い。塗り替え道場の中でですか。なのに初めましてってやばいですよね。なかなか出てくれんもんね。そうですよね。私知った時撮影 NG の方だったんですよ、だって。ああ、撮影 NG ですか。いや、あんま言ってないですけど。めっちゃうんうんって言ってるんですけど。NG が強いよ。でも全然いいんです。塗装歴何年ぐらいですか。24年です。え、おいくつなんですか。今41です。いい、寺岸さんより下じゃないですか。友達くんで30。次5になる。16、17ぐらいからやってる。何つ名前やっとる。ちょっと計算ができんけど、人生の半分以上とかですか。何年なんですか。塗り替え道場で。うちの会社14年目。15年目とか。ほぼほぼそれぐらいですね。へえ、だからもう初めて当初からいるってことですよね。なのに全然撮影行かしてもらえないんですか。行けば絶対撮らせてくれるって。なかなかね、作業動画が撮れんもんね、足場と違って。そうなんですよね。その毎日違うでね、ずっと毎日密着しとればね、一見どういう感じで塗っとるとか撮れるかもしれない。確かに完成図までね、最初から。なかなか一日養生ってなるとすごい退屈な絵面になるんですよ。寺岸さんの時何聞いたんですかね、私。塗装歴、あ、一番苦手な物件、やりにくいとか、塗りにくいみたいな。やっぱみんなそれですね。浜野さんもだったんですよ。寺岸さんも浜野さんも。僕どうしても下屋根が多かったりとか、軒が木部とか、ああいう軒天がダーッとローラーで転がせんタイプとか。へえ。何聞いた全然思い出せないんですけど、全然プライベートのこと聞いてたらいいんじゃない。家族構成とか。ああ、子供3人ですね。3人いるんですか。大きいですよね、上の方。もうもう3ですね。中3小3。結婚されてますか。されてません。募集中。募集してません。募集してません。こうやってやっときゃいいんじゃない。インスタとか貼っとったら女の子ばっか来るかもしれないですよ。いや何キャラですか、本当に。キャラかわからない、新しいキャラが出てくる。なんか謎キャラですね、すごく。マラソンしとんだよね。今やってない。今やってないんだよ。マラソン。なんか走る大会とかマラソン大会でしたね。へえ。まだ取れず。今考えてる。何もないなと思って。夏と冬どっちがいいですか。いいんですかね。夏の時は冬がいいなと思って。冬の時も夏がいいな。それめっちゃあるですね。冬は夏も脱ぐ限界があるじゃないですか。夏はどんどん年々暑くなってくるんで。あれなんすかね。この昨日もちょうど社長と喋っとったんですけど、年々暑いのか年々年取ってくじゃないですか。その年のせいの偉さなんですか。暑なんですよね、これ。21です。うちの息子と同級生です。え、そうなんですか。うちの息子21になるかな。あ、塗装やってなかったら何やられてますか。ホストですよね。ホストやられてますか。イケメンじゃんね。そうですね。だけど喋りが苦手とかあったらダメじゃないですか。やっとるんですね。だってもう長年ずっとこれじゃないですか。ずっと塗装ですか。そのずっともう16歳から塗装。他の外仕事とかやってないですよ。やってないですね。あ、もう一本で。でも塗装じゃなかったら考えられないってことですもんね。うん。何が来るか想像つかないですね、全然。友明君もずっと塗装。と他は何もやってない。アルバイトとか、ピザ屋の配達とか。ピザ屋の配達。めっちゃピンポイントで聞くじゃないですか。河合さんもですよね。俺もずっと塗装で、も俺結構いろいろやったもん。中学校の後半ぐらいから。瓦屋さんで最初、一番最初瓦屋さん入って、で塗装屋さんやって辞めて、その後土方やって、密漁やって、でその後何やったかな、電気屋さん少し半年ぐらいやって、で工場もちょこっと行って、工場も2ヶ月ぐらい行ったけど、工場はもう俺ダメで。流れ作業ダメです、寝ちゃうやっぱ現場だなと思って、で最後塗装戻って、そっからずっと20年って感じ。へえ。寺岸さんは総理大臣になってたって言ってました。塗装やってなかったらちょっといないで言うで、アホなんじゃないしかもめちゃくちゃドヤ顔で言ってました。誰の一票が入ってますなんかやってみたいなとかないんですか？この他のこれやってみたかったとか。何もない。やってみたいことが趣味ないんですか？趣味。休みの日何してるんですか？競馬じゃないですか？競馬っすね。競馬もやるし、休みの日はまあ買い物行ったりしますね。ああ。友明君は何をします？競馬乗る方。競馬見る方。見る方。見る方。友明君も競馬やる方。やってます。面白いですか？面白いですか？面白いですか？ガッポガッポ。出ました。いやいや出ました。ついにたまにこうやってちょっとっていうついにレアが出ました。何やってる？何が？休みの日？最近釣りか。本当にまあ釣り行く気ないときは家でネットフリックス。ずっとビール飲みながらネットフリックス。もうお昼からとかですか？韓国ドラマ見すぎて、キンパとかああいうの食べたくなって買ってきて、でお酒もビールじゃなくってチャミするとか買ってきて一人韓国料理がスンドゥブとかもうネタもないですねこれをなんとか上手に編集してもらう。そうですね。ボツにしんように。ここでちょっと爪痕残してもらわんと多分ボツになっちゃうんで、せっかく来たのに。さっきのガッポガッポだけじゃちょっと足りないかもしれないですよねあそこだけのループした動画になっちゃうガッポ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 。職人さん欲しいですね、もうちょっと。ああ、塗装職人さん、足場の職人が多いね。募集連絡来るのも足場の方の方が多いですよね。その職人さんもね、来てくれるなら声かけてもらえれば、ね、あと営業、営業と、まあ、プランナー、うちでいうとプランナー管理してるところも今募集中ですね。確かにうちって飛び込み営業はしないから、比較的にいいんじゃないかなっていう。営業と管理と、またその職人募集中で。そうですね、募集中です。ぜひ連絡してください。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に暑いのに時間潰しちゃって、本当にすいません。ありがとうございます。